どうも皆さん、じゃがいもです。マリサだぜ。今回は、チョコボレースビギナーとブロンズの全コース攻略法解説動画です。チョコボは3匹から選べるが、我々はピコで全レース余裕だったぜ。まあ、ピコが操作法もステータスもオーソドックスで使いやすいんじゃないかと思います。チョコボの服装を変えるとスキルやステータスが変わる。我々は頭はギレガリア、胴と足はトロピカル装備にしました。頭と胴はぶっちゃけ何の装備でも良いと思う。足はね、トロピカル装備がいいです。コースアウトやクラッシュ直後の一定時間速度がアップする。だから、わざとコースアウトしてショートカットしたりもできます。正直どのレースも1位独走余裕だから、装備はある程度適当でも1位取れると思う。足だけはトロピカル装備がおすすめ。それ以外はどれでも OK です。我々は今回この装備で攻略するが、いろんな装備を試してみて自分に合うのを探してね。1位取れればそれでいいんや。じゃ早速レースを開始しよう。まずはビギナーレース、カーバンクルカップですね。特に難しい要素はなくオーソドックスなコースなので、まずはこのコースで操作になれるといいだろう。これね、2の時点でバツボタンを押し続けると、スタートダッシュができます。なんかスタートダッシュっぽいのあるなって思ったんだけど、最終レースまでやり方がわからなかった。マリオカートだとボタン押して離すんだよね。それとこんがらがった。さて、紫の実みたいなのはスピードアップ。チョコボのスピードが上がります。赤い実はスキルゲージが溜まる。カーブは R2 でドリフトしましょう。ドリフトを継続すると R2 を離した時にダッシュできます。ドリフトを使うというのがチョコボレースのコツだな。ドリフト中は外側に L3 スティックを倒すとそんなに曲がりません。内側に L3 スティックを倒すと急激に曲がる。緩いカーブは外側に、急カーブは内側に L3 スティックを傾けると曲がりやすいですね。今のカーブは内側を走ってショートカットできる。トロピカル装備ならコースアウトしても速度が上がるのでゴリ押しできます。L2 で後ろを見るけどほとんど使わないですね。R1 でダッシュ、L2 でチョコヘイストができる。2周目です。全部で3周あります。全9ステージあるんだよな。もう話すことないぜ。早送りしたい気分だな。そういえばスピードは10までアップする。ぶつかったりコースアウトし続けるとどんどん下がっていきますね。ドリフトすると速度が上がるのでどんどん狙っていこう。ドリフトしてスキルやダッシュを使ってれば独走余裕です。あとは普通に走ってれば1位取れるけど、コースアウトとかクラッシュすると勝てないので、なるべくしないように走ろう。まあ、1回2回くらいならクラッシュしても平気ですけどね。プレイヤーが引っかかるポイントは他の NPC レーサーも引っかかるみたい。あれ？引っかかったのに抜かれないなって背後見てみたらみんな引っかかってたりします。今みたいにわざとコースアウトしてショートカットしても OK。この辺はマリカですね。マリオカートをやったことある方はチョコボレースそんなに苦戦しないと思います。操作法とか仕様が大体一緒だからな。ドリフトがちょっと癖あってマリカのように曲がりにくいですけど。ドリフトが苦手な人は装備でドリフトしやすいような構成にすると良いかも。ドリフト得意だって言うなら直線が速いようなタイプにするのも良いと思います。そこはもう各人の好みですね。我々はどっちかって言うとマリカとかならドリフト型だな。キノピオとかの軽量タイプですね。悪い意地とかの重量タイプ使うこともあるけど。今の構成はマリオみたいな感じ。すべて平均的なオールマイティタイプ。でも非常に走りやすいので、レースが苦手な方にはおすすめの構成だと思います。おすすめ。今見てもらうとわかるけど1位独走。どのステージもこんな感じ。だからそこまで難易度は高くない印象ですね。マリカで言うと 50cc くらいの感じ。無事に1位取れました。さあ、次のレースです。続いて、ビギナーレース、モーグリカップ。ベルトコンベアがあって矢印の向いている方向に速度がアップします。これ、なんかスタートダッシュあるっぽいって気づいた瞬間。罰を押しっぱなしにしてればいいのに話しちゃってる。これも早ハンデでしかない。まあ、多少ミスしたとしても1位取るのは余裕なんだけどな。紫の実と黄色の実はちゃんと取るようにしたいですね。ここは左側を飛ぶと早い。今右側行っちゃいましたが、空中は他のレーサーと差をつけるチャンスなのでコース取り大事です。カーブはどんなに緩くてもちゃんとドリフトを使っていこう。これがベルトコンベアですね。乗ると速度がアップするのでできるだけ乗りたいです。よく見るとトンネルの入り口がモーグリの顔なんだな。
モーグリこんな顔だったっけって感じですよね、今作。まあでもデブモーグリはオリジナル版もあんな感じだったな。とか雑談してたらいつの間にか1位取れてましたね。ここは分かれ道になってる。左を行った方が安全。右に行くとダッシュの実を取れるので狙ってもいいですが、穴に落ちないように注意しましょう。1ラップ1分くらいだな。結構長い。もう話すことがない。モーグリやチョコボは不思議のダンジョンのイメージなんだよな。チョコボやモーグリってシリーズによってデザインが変わりますよね。デブモーグリは言われないとモーグリって気づかないよな、あれ。さあ、2ラップ目です。1ラップ目とやることは一緒です。ビギナーコースなので簡単なんだよな。多分この辺はみんなつまらずにクリアできるんじゃないかと思う。ここ内側を飛んでみます。ほら、かなり速い。順位で負けててもあそこで挽回できます。ここもわざとコースアウトしてショートカットしてもいいが、普通に曲がるのとあんまり変わらない気もする。さて、ずっとトークしようと思ったんですが、話すことないです。というわけで重要な箇所以外は無言になる。許して。連日編集してるので疲れてます。休息も必要だぜ。動画編集の最中に休憩するのは動画投稿者の鏡なのか？ここ試しに右に行ってみましょうか。多分ここでドリフトを入れる感じだな。今ドリフトを入れるタイミングが遅すぎたので落ちました。むずい。普通に1位を取るだけなら左を走った方が安定すると思う。まあ、一度くらいコースアウトしても問題ないです。ほら、リカバリーダッシュ発動してるしね。まあ、大体解説したかな。じゃああとは無言になる。走りを見るだけでも多分参考になると思います。マリカなどのレースゲームをしたことがない方にはこのミニゲーム難しいかも。この動画が少しでも参考になりましたら幸いです。じゃ無言スタート。チョコボレースの時の BGM いいよね。喋んなや。いえいえ、1位。この辺のコースは簡単ですね。続いてビギナーレース、サボテンダーカップ攻略。ルーレットが回転してて回っている方向にスピードがアップします。まあ、だからなんだって話なので、特に意識しなくても OK。スタートダッシュは諦めた男。しない方が早いと判断したけど、できるならやはりしたい。単純に2のタイミングで罰を押し続ければよかったんだよな。いった弾かれた。なんか重さが足りないと弾かれるみたいだな。そんなところまでマリカなのか。おかげでなんか調子が狂ってしまった。今のところは左がダッシュ、右がスピードアップのみだな。この段階ではどっちを取っても大差はないと思います。ここは連続でドリフトを決めよう。若干失敗してますが、大体初見で1位取れてるからそこまでやり込んでもいないんだよね。でも2ラップ目からはちゃんと修正していますよ。ここは水が凍ってるのかな。普通に走れば OK。 紫の実とか黄色の実をできるだけ取りたいですね。ここは多分実の方に L3 スティックを傾ければ取れる。でもそこにばかり意識を集中するとぶつかるので、取れたらいいなくらいの感覚で OK です。大体解説したので無言になる。
無事に1位です。2位とかなり差がついてるので難易度は低めだと思う。続いてブロンズレース、ボムカップ。ボム風船にぶつかると速度ダウン。てかしばらく拘束される。ボム風船にさえ気をつければ今までのコースと変わりません。コースを見ればわかるが、上の方とゴール直前は道がぐにゃぐにゃしてる。そこの部分はちゃんとドリフトを使って曲がった方がいいですね。この辺もちゃんとドリフトを使っていこう。L3 スティックを外側に倒しながら曲がります。ここからは直線が続く。スピードアップしたりチョコヘイストやダッシュを使って差をつけたいところ。今回の装備だと直線速いタイプではないですからね。こいつがボム風船。当たってはいけない。あいつにさえ注意すればこのレースは特に難しいポイントはないですね。この辺でスピードアップの実をいっぱい取りたいな。ここのカーブは急なのでちゃんとドリフトします。内側に L3 スティックを傾けるのがコツ。チョコヘイスト中に赤い実を取るとゲージが回復するのでなるべく取りたい。この先カーブが続くので、ドリフトしてしっかり曲がっていきたいですね。結構急なカーブが続くぜ。曲がったら次のドリフトに入ります。もうちょい綺麗に曲がりたいけど多少ぶつかっても OK。1ラップ目は4位ですが、最終的に独走できるのでこんな感じの走りで OK です。じゃここからは無言になる。1ラップ目でだいぶコツをつかんだぜ。1位ですね。あとはこのまま逃げ切れば OK です。イエーイ1位。やり込んだ完璧な走りではないですが、こんな感じで走れば1位は取れます。続いてブロンズレース、モルボルカップ。バルーンがあり、ぶつかると後ろに弾かれます。でもぶつからなければ脅威じゃないです。ぶっちゃけバルーンがあったことすら動画を編集してる今気づいたくらいなので、そんなに身構えなくても OK。オリジナル版だと山チョコボは緑なんですよね。リバースだと黒いけど、青いチョコボは川チョコボだろうか。そういえば山川チョコボは黒だったな。今作川チョコボがいないんだね。いないっていうか普通のチョコボも川渡れるしなんならクラウドたちも泳げるからな。海チョコボはいるのかな。普通のチョコボが山を登れたらそれが海チョコボですね。色黄色かった気がするし。ここは右に向かってドリフトなので注意しよう。ぶつかっちゃった。ゴール手前もなかなかにぐにゃぐにゃしてますね。チョコボの配合とか育成とかは今作はなくなったのかな。でもあれ正直めんどくさかったのでなくなった方がいいですね。オリジナル版も最強の海チョコボ作ってレース独走したよ。Qチャンネルは全キャラのレベル99にしたり色々やり込んだんだけど、チャンネルと同時に動画全部消されちゃったからな。あれが残ってたら視聴者さんも比較できたのにな。またオリジナル版 FF7 を生放送で一気に攻略するっていう手もあるが、今のチャンネルだと需要がなさそうなんですよね。悲しい。ゴール直前のくねくね道をドリフトで曲がったら、1ラップ目終わり。あとはこれの繰り返し。んじゃ、無言になります。
ぽよよんクッションってこのスイカみたいなやつね。こいつにぶつかると後退させられるので注意しましょう。そういえばここ右に書とかがあるみたいです。今気づきました。あっちに行った方が早いかもしれないな。うん、多分だいぶタイム縮まるね。本当は完璧な走りをして攻略動画を出すべきなのかもしれませんが、そこまでしなくても1位独走できますしね。むしろ完璧すぎる走りは逆に初心者さんには参考にならないかもしれない。というわけで普通にコースを走る攻略動画になってますが、ご了承ください。1位を取るだけならこれで十分。もしめちゃくちゃ難しいコースが来たらガチの攻略動画を出すかもしれない。はい、1位。特に難しいコースではないですね。続いてブロンズレース、トンベリカップ。ここは結構難しいです。サボテンダーゲートがあるんだけど、タイミングが結構シビア。通れるだろうと思ってぶつかったりします。ぶつからないように開いてない扉の方に行ったらぶつかったりね。コース自体はそこまで難しくないんですが、サボテンダーゲートが厄介です。でもプレイヤーだけでなく他のレーサーもサボテンダーゲートで突っかかるので、意外と順位に差はつかない。サボテンダーゲートに引っかからなければそれだけで1位独走できます。そういればまるで減速できるんだけど一回も使ったことがない。壁にぶつかりそうとか、もうちょいで扉開きそうって時は減速すると良いかもしれないです。ここは右側を飛ぶと初とかになる。てかあれゴールまで飛べば大幅初とかになるのだろうか。さすがに距離足りなそうだけどな。あれです。あれがサボテンダーゲート。これ判断難しいよな。間に合いそうな気もするけど。ヘイストしなかったら多分ぶつかってましたね。タイミングがシビアすぎる。でも逆にサボテンダーゲートにぶつかりさえしなければ、ご覧の通り1位独走できる。今みたいに開いた直後なら判断楽なんだけどな。この辺コースがわかりにくいので気をつけましょう。今みたいに多少強引に切り抜けちゃっても OK。リカバリーダッシュ発動するし。1ラップ目終了。1位独走。あとは逃げ切るだけです。もう解説することがないのでここからは無言になる。ゲートのところでダッシュとかヘイストを使うと良いかもしれませんね。やらかした。今のどっちに行ってもアウトっぽくなかった？ぶつかったタイミングでダッシュやヘイストすればすぐリカバリーできる。
ひどい。これどっち行ってもぶつかるじゃん。悪法を優先して通った方がいいかもな。まあでもニートの差はかなりのものですね。他のチョコボも引っかかってるんだろうな。欠陥すぎるあのゲート。続いてブロンズレース、クアールカップ。この辺からちょっとずついやらしくなってきます。このコースは鉄球が回ってる。その鉄球に当たると足止めを食らう。鉄球の回転と同じ方向に進むのがコツです。が、結構難しい。慣れれば簡単なんだけど、慣れないとぶつかっちゃうな。コースを暗記してるかどうかも大事かも。まあ、そこまでしなくても1位は取れるんですが。そしてスタートダッシュ失敗。ここはコースアウトしやすいので注意。ドリフトで確実に曲がろう。ここは左側にもルートがあります。ドリフトで曲がれればそっちの方が早いけど、ぶつかって落とされたりして落ちやすい。別にショート化しなくても1位は取れるので、無理に狙わない方が安定します。そして鉄球にぶつかってしまった。鉄球の部分は真ん中を走るとぶつかりにくいですね。ここはこんな感じで奥の方まで飛んじゃうと早い。1ラップ目はダッシュやヘイスト、スピードが足りないので、順位が低めになりがちです。2ラップ目から1位になればいいので、1ラップ目は気にしないで OK。ここは真ん中ら辺を走るようにしましょう。コツをつかんだ。実はこれ確か初見で走ってるんだよね。初見で走ってそのまま攻略動画を作る男。1位になったな。どのコースもドリフトを使ってできる限りコースアウトやクラッシュをしなければ1位になれますね。この辺とか、どうしても曲がりきれなければ減速しても OK。コースアウトするよりはマシです。そして、左のショトカを試してみる。成功。気持ちいい。その後の回転棒も避けやすいし、ショトカできるならした方がいいですね。でも難易度は高めなので無理に狙わない方が良い。もう話すことがないのでしばらく無言になります。はい、欲張りすぎた結果。挑戦することに意味があるんや。ダッシュもらえるの優しい。まあ、コースアウトしてもクラッシュしても1位は取れる。だんだん慣れてきた。このコース結構楽しいかもしれない。難しいけど。マリカみたいに赤コーラ飛んできたり雷落とされないのは楽でいいな。冷静に考えるとルール狂ってるよね。はい、1位。コースアウトしても2位と差がかなりあります。1位取るのはそんなに難しくない。ここからはシルバーレースです。ベヒーモスカップ。ここはスライドする壁が邪魔をしてくる。壁にぶつからないように隙間を通り抜けて走り抜けましょう。あと2戦だな。コースは難しくなってきてますが、レーサーの質は変わってない気がしますね。これでも難しくなってるのかな。てかスタートダッシュ失敗。最後のコースまでスタートダッシュのやり方わからなかったんだよね。この辺弾かれて落ちやすいので注意しよう。シルバーレースくらいからはコースアウトしやすい作りになってきてますね。マリカのレインボーロードを走りたくなってくるな。トロピカルの同装備、アイテム入手時の効果がアップするので結構強いですよね。これが動く壁ね。ぶつからないように動きを予測して走り抜けよう。頭は完全に見た目で装備しててどうもなんとなく足に合わせてるだけなんですが、この装備なかなか良い気がする。この装備はスピードが足りなくてもダッシュやヘイストで賄えるのが良いな。ここにもショートカットがあります。狙えたら狙ってもいいです。サボテンダーゲートとか、今までの嫌がらせが詰まってるコースだな。今までのコースを問題なく走れてるならこのコースも問題なく走れるはずです。どうしても苦手なギミックがあったらそのコースを走り直してみるのもいいかもな。1ラップ目終了。1位ですね。あとは逃げ切るだけです。特に言うこともなくなったので、無言になるぜ。
いえいえ、1位。2位との差がすごいですね。普通に走ってるだけなのだが。最後はシルバーレース、アルテマカップだな。アルテマの名前をつけていいのか。最後はオメガカップなのかな。オリジナル版ってこんなにコースあったっけ？うろ覚え。なんかランクだったような気がしますね。S ランクとか。C、B、A、S ランクかな。海チョコボ使えば無双できるので GP 稼ぎできるんだよ。最終コースでようやくスタートダッシュのやり方を理解したウプ主。テンション爆上がり。解放のカタルシスがすごい。アルテマカップも今までのステージの嫌がらせが詰まっています。ここのカーブは曲がりにくいので気をつけよう。ジャンプで初とかをしようってこのコースの説明に書いてあるんですよね。ここのことかな？こんな感じか？マリオカートみたいに秘密の初とかとかありそうですね。初とかとか使わなくても1位にはなれるんだけどな。今作はトロコンそんなに大変じゃなさそうですよね。前作よりは。腹筋をトロフィーから外したのは英断だと思う。炎上してもおかしくない。今の回転棒は右より左側を通った方が避けやすいです。最終ステージだけあってコースがぐにゃぐにゃしててわかりにくいな。1ラップ目クリアです。あとはこれを繰り返すだけ。まあ、今までのステージのギミックをちゃんと理解して回避できれば1位は取れると思う。危ない。ボムに当たるところだった。あとはなるべくコースアウトしない。クラッシュしない。ドリフトをする。スタートダッシュをする。コツはこんな感じですかね。マリオカートを遊んでみるとチョコボレースも上手くなるかもしれない。我々はマリカの経験が生きてます。プレイしていてよかったな。レースゲームを遊んだことがあるかないかで遊びやすさが変わるかも。レースゲームをしたことがない人は最初の方のステージで操作に慣れることから始めた方が良いな。ここは左を走ると失敗しにくいです。学んだ。我々は日々進化するのだ。今回の装備はオールマイティタイプなので初心者の方にもおすすめです。でも向き不向きがあるし、人によっては操作しづらいと感じるかも。正直ここは好みなので、いろんな組み合わせを試してみると良いと思います。大体語りたいことは語り尽くしたかな。じゃここからは無言になるぜ。最終ステージは短めなんですね。短い中にいろんな嫌がらせを詰め込んでる感じなんだな。ジャンプする前に左にベルトコンベアがあるので、左寄りで走ってると良いかも。イエーイ、1位。全ステージクリアです。なかなか面白かった。まあ、好き嫌いは分かれそうなミニゲームではあるが。初回クリアするとホイップパーティーレギンスとゴールドポイント190がもらえますね。というわけで、すべての初級チョコボレースで優勝。続きは多分ウータイ後に再びゴールドソーサーを訪れた時ですかね。多分リバースの終盤だな。なかなか面白いミニゲームなので、良ければ皆様もぜひ挑戦してみてください。今回の動画が少しでも皆様の参考になりましたら幸いです。他にも FF7 リバースの動画をいろいろ投稿していますので、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは皆様、最後までご視聴ありがとうございました。Thank you for watching. See you next time. またね。